あやなチャンネルの高橋あやなです。いつもご覧くださりありがとうございます。このチャンネルでは戸籍を変更して男性と結婚したトランスジェンダーの日常や経験談を発信しています。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今日のテーマは登録者数が1000人になったので夫さんを呼んでみました。イエーイどうも初めまして今日は二人ともお休みなので、二人の日常を、ま、Vlog 的に、ちょっと撮っていこうかなと思っています。まあ、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。そういうふり？うん。夫さんです。ちょっと緊張する？そうね。しかもさ、緊張するって言ってもさ、今そこに置いてるのってさ、iPhone しか置いてないからね。そう。なんか緊張するよね、慣れないとね。そう。うん、夫さんは、普段何関係のお仕事をされているんですか？漁師ですかね。なんかこういう服装をして。なんか、どこですごいこのヤンキーみたいな。富山さん買ってくれたやつですよ。これどこでご購入されたんですか？これは。原宿。います違った原宿じゃないよ。表参道。違う。これは有楽町です。阪急のメンズ館で。あ、全然違ったね。うん、まあいいや。ご職業、言える範囲で構わないので、ご職業は何ですか？あ、会社員です。会社員。社長さんとかではないんですか？違います。社長になりたいです。社長夫人になりたいですね。じゃあ、今回、ダイナチャンネルに今こう出演してみて、どうですか？ご感想は？いや、まだ、よくわかんないよね。よくわかんないです、まだ。よくわかんないです、ね。うん。今後、ちょいちょい出演のオファーが来ると思うんですけど、その辺は、ご協力はいただけるんでしょうか？トピックスに合わせて。出演は選ぶと。そうね。そう。これは俺にはちょっと難しいなとか。そういうのはあるからです。なので、じゃあ出演は選ばせていただきますという感じなんですね。うん、これまで、まあ、いくつか夫さんのトピックがね、YouTube 上がって、ダイナさんお話しされているんですけれども、うん、それもご覧になりました？うん、うち、毎回デビューあるよね。そう。毎回公開する前に、夫さんに、もうロードショー開くからって言って、無理やり見ていただいています。それ見て、どうですか？どう感想、率直に。こうやってトランスジェンダーであるってことを、うん、私を公開して、うん、しかも、うん、YouTube で世界中に発信しているわけじゃないですか。で、そのことに対して、どう感じてますか？まあでもそういうことをさ、やりたいと言って始めたわけだから、意思を持ってやってるのと、まあ、結構楽しんでんな、みたいな感じかな。うん、なるほどね。動画を見て、うんうん、夫さんはどうご覧になってますか？出来とかトピックの内容とか、うん、自分のことがこう、ね、語られたりとかする場面もあったりするじゃないですか。うん、そうですね。どう感じてる？そうだね。まあ一つは当事者の人たちに対してオープンにすることで、まあその人たちも同じような経験をしてたりするから、まあそういう時にこう共感だったりとか、まあもしくはまだそういうことを経験してない人たちに情報を提供しているというか、そういう意味合いではすごく意味のあることをしてるんじゃないかなと。ああ、なるほど。じゃあ前向きにそれは受け止めてもらっている。そうね。うん、そうね。それが、すごい大きくて、率直な個人的な関係は感想はぶっちゃけてんなみたいないろいろね、いろいろぶっちゃけてんなみたいな、うん、いうのはあるよね。ああ、なるほどね、うん、まあぶっちゃけすぎなんじゃないかというふうに思うと、いや、すぎかどうかは分からないけど、あ、こんなぶっちゃけてんだねみたいなところはあるよね。でも整形とかね、あ、うん、整形感とか、うん、あ、恋愛とかとかね、まあね、うん、昔の手紙とかまあそれはちょっとね、また、うん、別の動画で感想を聞こうかなと思うんですけど、今日は、うん、朝大掃除ちょっとしたいので、うん、窓拭きとかねちょっと手伝ってほしくて、うんうん、で結構届かないのよ私で、そこをちょっとやって、あと昨日までには大体なんか大掃除終わったちも終わってたので、うん、私の背の届かないところを拭いたりとかっていうのをして、うん、でその後今日ゴルフ練習とかお買い物、うん、で出かけましょう、うん、じゃあ朝一ちょっとお掃除だけ
お手伝いをこれからちょっとだけしてもらいたいと思います。ではすごい背が高いから すごい便利、背が高いって便利。あ、ほんと綺麗になるね。うん、なんか違うだね。どう？あ、いいんじゃないでしょうか。素晴らしい。うん、素晴らしい、綺麗になった。調子はいかがですか？まあ、ぼちぼちだよな。暗くなる前にちょっとさ、撮らないと顔が、イケメンさんの顔が見えなくなっちゃうからさ。イケメンって言われると、うちの夫さんは鼻の下を伸ばして喜んでくれます。でさ、さっきの話なんだけどさ、なんだっけ。私はノーミート、ノーライフっていう話をしていて、で、夫さんは、なんだっけ。ハッピーワイフ、ハッピーライフ。ハッピーワイフ、ハッピーワイフ、ん？ライフ。ライフ？ハッピーライフ。ハッピーホーム、タマホーム、ハッピーワイフ、ハッピーライフ、タマホーム。そしてこれからどこに行くんですか？ハッピーワイフ、ハッピーライフのためにお買い物に行くんですか？うん、星ヶ谷レイクタウン。星ヶ谷レイクタウンで何を見に？なんか椅子？椅子？ああ、私の、ね、椅子が調子悪い。なんかね、机の椅子がっていうか、画像編集してると手が痛くなっちゃうんだよね。マウス腱鞘炎で、去年買ったニトリの椅子がふかふかすぎてダメ。いや、そうなんですよ。というわけで、ハッピーワイフ、ハッピーライフ、人生をハッピーにするために今これから越谷レイクタウンのにお買い物、うん、で、これはあれでしょ、クリスマスにインクルードされるわけじゃないんだよね。そうね。クリスマス案件じゃないよね。あの、証拠残しておきたいんで、さっきおっしゃってください。これは、あの、椅子は、あれよね。仕事だもんね。仕事だから、クリスマス案件ではないよね。うん。で、明日、銀座行くしね。眉毛。明日、眉毛だ。そう、眉毛があるので、そう。で、明日の夜さ、お酒飲めないから、今日たらふく飲まないと。というわけで、これから、レイクタウンに向かっております。では、後ほど。あ、そうそう、こうフェイラーがあるから。はいはい。うん、ここだね。すごい綺麗。少量。少量。今日は結構声かけられた、少量。ね、少量の。少量マスク、とっても人気です。好評です。好評です。
きありがとうございました。動画へのグッドボタン、コメントなどを書いていただけると嬉しいです。励みになります。チャンネル登録をしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でも見ていただけたらいいなと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。